って、あ、本当にね、あの心配しないで、あの膝割れてるけど、あの心配しないでほしいんだ、大丈夫。本当に心配しないで。あの昨日帰ってきてさ、もうぐったりしちゃって、ぐったりしちゃったんよ、なんかそう、だからね、あのツイートとかもできなくって、なんかみんなにさ、ちょっと心配かけちゃったよね、ごめんね。でも大丈夫、大丈夫だ。おかえりありがとう、みんなありがとうね。おはよう。膝の皿あげたい、くれるの？膝、膝東、膝の皿、西、膝の皿、膝の皿いっぱいありがとう、嬉しい元気そうでよかった。え、元気だよ。膝がぶっ壊れてるだけで全然大丈夫。なんか配信して大丈夫なのかなみたいなさ、なんかね、こうね、さ、最近ジムにまたさ、行き始めたじゃんか。なんかね、スクワットの仕方がね、間違ってたのかな。会長にも言ったんだけど、あ、ジムの会長にも言ったんだけど、なんか正しいスクワットじゃないと膝の負荷がやばいらしくって、そう、それでなんかゴーニャもしかしたらスクワットできてなかったのかもしれないね、ちゃんとしたスクワットが。そう、それもちょっと原因の一つかなとは言われたね。そうそう、だからみんなも気をつけて、ほんとなんかリングフィットとかでさ、リングフィットはさ、ちゃんと言ってくれてるけどさ、つま先から膝が出ないようにしましょうみたいなさ、あれ結構大事らしくってね、正しい姿勢でやんないとマジでやばいらしいからね、気をつけてね。ちゃんとね、サポーターもつけてるから大丈夫だよ。ギプスと、ね、膝にサポーターを、大丈夫です。